こんにちは、ニクです。今回は NiziU のクラップクラップの最後のミーグリオーをしたいと思います。ということで、あとねシリアルが6枚残ってるんですよ。これね開けてなくって、ちょっと先ほどね開封してたんですけど、ちょっとこれを使って最後のねもう応募していこうかなっていう感じですね。明日ねもう締め切りなので、まあ、今日のうちに応募全部しておこうということで、まだね私が当たってないのがリクちゃんの B 賞と、まあ、それがもし当たったら、まあ、A 賞を狙い続けようかなみたいな感じで、私のミーグリオーは幕を閉じたいと思います。で、今まで私がミーグリね、今回このクラップクラップでどれだけ当選したかっていうのをまず軽くでさらっとお話ししたいんですけど、あのクラップクラップの WiziU 版の方で、まずまやちゃんが2口、そしてりくちゃん1口、にな ちゃんが1口で、まこちゃんが1口の5口ね今回喋れるので、これは30秒ずつかな、なので合計5口かな当たってるっていう感じで、そっから A 賞 B 賞とかのミーグリの方は、まあ一番最初に A 賞が当たって、であとはみーしちゃんとまやちゃんのね B 賞が当たってるっていう感じなので、まあ、今までに比べたらめちゃめちゃ多いっていうわけではないんですけど、ただ今までに比べてちょっと WiziU 版がね結構当たってるので、自分の中で結構ね満足はしてます。で、あと前回喋れなかった分のまゆかちゃんのね4等の分もね15秒残ってる、10秒かな残ってるかなっていう感じなので、ちょっと早速ちょっと開封して4等応募していこうと思います。まず通常版からサクッと開けてこう、はい、いきます。せーの、おりくちゃんでした。もう結構集まったよね。そして次、せーの、お、またりくちゃんかな。お、りくちゃんでした。あ、待って、私りくちゃんさ応募するじゃん今日。なんかりくちゃんが当たるんじゃないかなっていう、りくちゃんが連続で出たことでなんかそういうような気がしてきました。当たれー、待って、でも本当に緊張はしてる。次、待って、こっちだね、いきます。せーの、お、リオちゃんですね。めっちゃ爪可愛いんだけど。これ良くない？水色でめちゃめちゃリオちゃんっぽい感じの爪になってる。そして最後のね、通常版いきます。えい。お、まこちゃんが当たりました。こんな感じでめちゃめちゃ可愛いです。そして A と B 開けてきます。まず B からいきますよ。すごい分厚いね、やっぱり。あれ？どこにトレカ入ってるんだろう。お、リマちゃんでした。もうみんなめっちゃ可愛いからさ、まあ、どれ着ても興奮はしてる。次、最後 A 賞じゃない、A 版いきます。お、ミーシちゃん可愛い。このハートがめちゃめちゃ良かったですね。ということで、今回こんな感じで引いたんで、早速応募してきます。まずね、もうリクちゃんが当たらないと、話にならないということで、リクちゃん当ててきます。やってたいよ。めちゃめちゃ。いや、今回もね、やっぱライブあったんで、そんなに買わないとこかなって思ったんですよ。だけど結局なんだかんだ結構買っちゃったっていうところはありますが、まあ、後悔はしてないですね。可愛い NiziU にたくさん会えたので。はい。ではシリアル打っていきます。いやー、もうこのシリアル打つのも最後かって思ったらちょっと寂しいまであります。いやー、結構ね、この応募してる瞬間ってやっぱ楽しいんですよ。なので、もうこれが最後なんだって思うとちょっと辛い気はする。はい、まず1個シリアル打てました。緊張する。いきます、せーの、じゃん、あ、落選かー、悔しい。いや、これってね波みたいなのあるんですよね。私ね、波がちょっとわかんないんで、みんなが当たり出したらちょっと3枚ぐらいやって全部外れたら波待ちします。で、またここに撮影しに来るんで楽しみにしててください。なんかやっぱあるじゃん、波みたいなの。それに乗らないと当たんないからさ。あんまり私今まで波を気にして応募してなかったんですけど、ちょっと最後はね、当てたいんで波気にして当てます。はい、ということで、2枚目いきます。当たって！いきます。じゃん。あ！叫んじゃった！当たりました、2枚目で。やばい、めちゃめちゃ嬉しい。B賞ミートアンドグリート、りくちゃん。いやー、ありがとうございます。なんかこれ見たら、あんまり関係ないね、波、私の中では。やばい、めっちゃ嬉しい。テンション上がりました。これで、今回、りくちゃん、まやちゃん、みーしちゃん、対面できることが決まりましたね、この B 賞は。ということで、まあ、全員の A 賞をね、もうこっからは、狙っていこうと思います。はい、もうね、これ難しいの分かってるんですよ、やっぱり A 賞は。だけど、やっぱりみんなと話せた方が嬉しいから、A 賞に狙ってこうかな。はい、もうこっから難しそうだけど、マジで頑張る。マジで当たって！いきます！
せーの。あ、やっぱさ、B 賞と A 賞じゃマジで違うよね。A 賞当てたいんだよね。いきます。いやー、あと2枚だけど、いきますよ。もうこれ最後だからさ、最後ぐらいは、もうサクサクいく。てか、あんまり A 賞波関係ないよね。なんか B 賞はさ、波関係ある気がするけどさ、A 賞はなんかあんまり波とかない気がする。だって波で当たってたらさ、普通にみんな当たるんだもん。いやー、もういきます!せーの。はい、というわけでちょっと最後ね、応募していこうと思います。まあ、最後さ、当たりづらいのは分かってるからさ、これで動画を終えるのちょっと申し訳ないんですけど、もし、これで私が当たんなかったら、もう即動画終了させます。もうそれぐらいじゃないとなんか顔向けできない。なんかやっぱさ、動画とかのさ、流れとか考えてくれないじゃん、この方って。だからさ、なんか最初の方に当たってさ、最後当たんないみたいなとこあるからさ、ちょっとこれは難しいとは思うんですけど、でもやっぱここまでね、20にね、対して愛を持って、いろいろ応募したり応援してきたので、当たると信じて、はい、いきます。せーの、もうこれ当たんなかったらもう即終わりますからね。即終わりますからね。